生まれて63日目に新しい家族になったコロちゃんは、家に来て2週間もするとすっかり慣れたみたいです。ピコちゃんとの距離も少しずつ縮まっているようですね。子犬らしいコロコロとした体型です。だから名前がコロちゃんです。違うよ、ピコちゃんとピロちゃんの弟分だから一文字ずつもらったのです。コロちゃんの犬種は何ですか？お父さんがチワワで、お母さんがダックスのミックスです。まだどちらにも似ていません。生後半年ぐらいまではチワワ、ダックス、どちらの要素が出るかわからないんだよ。ドキドキだね。チワワとダックスのミックスの場合に、チワワの要素が多い場合はチワックスと呼ばれます。またダックス要素が多いとチダックスです。カラオケで多いのはチダックスです。3回目のワクチンがまだなので抱っこ散歩です。耳はダックスみたいに大きいですが、なんかチワワっぽく耳が立ってきているような気がします。ピコちゃんが思うにはフェネックみたいです。ピコちゃんが散歩のやり方を教えているようです。しかしこの頃になると足が長くなっているような気がします。最初の旅犬修行はキャンピングカーに慣れましょうです。まだ落ち着かない様子です。雰囲気が随分変わりました。顔と胴体の長さはダックスです。足の長さはチワワのハイオンタイプです。ハイオンタイプって？チワワの体型には3つのタイプがあります。ドワーフタイプのチワワはがっしりとした骨太で手足の短いタイプです。ハイオンタイプはスリムで手足が長く、バンビタイプとも呼ばれるモデル体型です。スクエアタイプは両タイプの中間で、手足は長くもなく短くもないバランス型です。コロちゃんはモデルだったのね。日本全国がゴールデンウィークです。5月3日は憲法記念日です。いきなりの車中泊デビューは難しいので、コロちゃん初めてのキャンピングカードライブです。目的地は車で1時間ぐらいの道の駅ゴイセニマです。去年オープン直後に行ったきりです。ついでにドッグランデビューです。コロちゃんは運転席と助手席の間に置いたベッドでいい子しています。ピコちゃんは抱っこされて寝ています。道の駅ゴイセニマは約1年ぶりですが、さすがにゴールデンウィークなので混んでいます。お昼ご飯です。
食後の運動はドッグランです。ピコちゃんたちは食後ではありません。慣れるまではリード付きですよ。さあ、帰りますよ。5月4日は緑の日です。今日は新緑の生える大山に行きます。本当は大山牧場ミルクの里に行く予定でしたが、駐車場に続く大渋滞に心が折れて増水高原でお散歩です。誰にでも愛想のいいコロちゃんと人見知りのピコちゃんです。コロちゃんはまだ幼いのでよくぐるぐる回ります。あまりぐるぐる回っているとバターになるよ。その話は50代以上の人しかわからないよ。無料のドッグランに行きます。コロちゃんは積極的にコミュニケーションを取りますが、ピコちゃんはちょっとコミュ障です。違うよ、ソーシャルディスタンスだよ。コロちゃんは人気あるね。そろそろ帰るよ。5月5日は子供の日だよ。今日は出雲大社にやってきました。なので県外車が多いです。キャブコンも2台見えます。
稲佐の浜に寄ってから帰ります。稲佐の浜は出雲大社から車で3分のところにあります。稲佐の浜は国譲り神話の舞台でもあり、旧暦の10月には全国の神々をお迎えする場所というパワースポットです。コロちゃんはゴールデンウィークにいろいろなところに行ってたくさんの初めてを体験しました。このままピコちゃんと仲良く素直に育ってくれるといいな。じゃあまた